タレントのビートたけしが12日放送のビートたけしの T ビータ来るテレビ朝日に出演し、豪華球界人との秘話を明かした。番組では野球解説者の江川卓氏、松中信彦氏をゲストに招き、WBC を特集。大の野球ファンでもあるたけしは先日、侍ジャパンのメンバーで、ヤクルトスワローズの村上宗隆と食事をしたという。メジャーを相手にしたらだ、仕方違うって言ってた。変化がすごいんで上半身だけで打つ、打ち方でしか対応できないって。どんな球でも打って、運ぶようなバッティングじゃないとちょっと、追いつかないって言ってたと食事の席での会話を明かした。現在では、多くの日本人選手がメジャーに挑戦しているが現役時代の長嶋茂雄氏もメジャー挑戦の意向を持っていたという。たけしは長嶋氏と対談した際の話を披露。ジョーディ・マジオに言う、割れたって言ってた。行こうと思ったらオーナーの正力松太郎氏に、バカや、お前は、日本の野球のためにいなきゃダメだ。日本の文化なんだからって、説得されてやめたって。それで、考えが360度変わりました。って、笑いと話し笑いを誘っていた。